明けましておめでとうございます松潤さん。まあ、はっきり言ってね、皆さんからこうやって年賀動画をいただくと返信するのすごく大変なんですけども、でも同時に喜びでもあります。だいたい100名までは返したことがあるんですけども、100名を超えるとね返しきれないんで、返してない人はごめんなさいっていう形でねやっております。申し訳ないですけどもね。で、松潤さんは動画ね今は見ることがやっとできましたんで返信させていただきます。他の塾生さんやご縁のある方にもどんどんね返信動画を出していってるみたいで、素晴らしいと思います。この交流がいわゆるですね非リンク効果を生んで SEO 的にはすごく有利なんですよ。あとやっぱりねお正月っていうことで SEO 効果がさらに高まるところもあったり、何よりもやっぱりね自分に向けて送られた動画って嬉しいじゃないですか。この喜びを松潤さんが感じて他の人にそれをやっているってところがすでにもうビジネスマンなんですよね。で、今年 YouTube で活動されていく上でね、速稼塾の松潤さん、 YouTube の YouTuber の松潤さんということで意識を高める上で絶対に忘れてほしくないのが、これでも最低毎日更新なんですよ。毎日更新するためのモチベーションをいろんなところから探していって、誰かから動画が来たから返信しなくちゃいけないってやつでも結局はそれもモチベーションなんですよね。ということでね、いろんな企画を打ち立てていっていただきたいのと、あとね今度ライブ放送対談があるじゃないですか。その時にはどんなことをしたいかなっていうのをずっと話していくっていうのも一個手だと思うんですよ。そして対談動画が終わっての感想っていうのも当然流せますしね。で、今回ね動画の方で速稼塾の松潤さん宛ての課題としてねちょっと出していきたいのは、今年どうするってことなんですよ。これはねもう数字を追いかけてほしいです。何かの数字を、例えばある方は今年 YouTube 動画を2021年1000本以上アップロードしますみたいなこと言われてたんで3000本で言ってくださいっていうね返信させてもらいました。まあこれは必ずしも達成しろってことではないですけども、自分の立てた目標よりも高いところを目指すことによって自分の目標が達成できるっていう、そういうふうなね、応援なんですよね。背中を押すっていう意味での。で、松潤さんもこれからね、松潤さんはそのチャンネル登録者数の方が何人になるとかね、再生数いくつの動画を作っていくとか、それから何本アップロードするとか、この YouTube を通じていくら稼いでいくんだっていうふうにね、やっぱりこう決めないといけないと思うんですよ。それを宣言するかしないかは自由なんですけども、やっぱりね自分に対するミッション、課題、ノルマを与えていかないとやっぱりなんとなくで過ぎてしまいますんでね、ビジネスをしていく、 YouTuber とやっていく、そして速稼塾の塾生としてやっていくってことでしたら、数字を追いかける部分と数字にこだわらないでやる部分と両方が必要になってきますんでね、ぜひね数字にこだわる部分も今年は持っていって、今日1月1日ですから、今度ね12月31日もうねあと365日しかないわけですよ365日をかけてどこまで走り抜いていくのか、それをもう今日ね、初速が最大速っていう言葉が速稼塾の中にありますけども、一番最初の一番モチベーションが高い時にまあいいやって言ったらもうこれ終わっちゃうんですよ。だからねやっぱ月末に振り返った時に、あ12分の1終わったなと、そして2月の末にあもう6分の1が終わったなみたいな感じで、4月1日エイプリルフールに1月1日に立てたね目標が嘘でないようにやっていかないといけないかなと思います。それではね目標を立ててやってみてください。今年もよろしくお願いします。ライブ放送楽しみにしてます。では。